はいはい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日密着よろしくお願いします。お願いします。依頼で産地の自宅訪問になります。自宅です。何も、はい、何もないお部屋ですが、はい、おお、どうぞ。すごい、すごい片付いてて綺麗ですね。なんかそうですね、もう寝るだけなんで、はい、この部屋は、はい、ここはリビングで、ここリビングですね。はい、シーシャーあるんですね。シーシャー大好きなんで、はいはい、自宅シーシャー派ですね。これってどのくらいするんですか。これそんなしないと結構、僕は多分10年前ぐらいに買ったんですよ。これ未だに使ってます。え、10年前からもう見つけてたんですか。見つけてました、僕シーシャー。すごいっすね、シーシャーは。石鹸の目、はい、すごいっすね。あ、これ、あ、うまい。天神ポスターありますね。はい、すごい。取ってある。あ、こっちが寝室いいですか。そうですね、寝てる。写して、ちょっと女の人はいないですね。いないと思います。はい、今日はいなかったです。ぶら下がり健康器で、はい、ぶら下がり健康器でやってるんですか。ぶら下がってますよ、これ。ちょうどまあお昼メインの仕事をやっていたので、はい、まあ、お昼メインにしても営業時間は結構夜遅いお店ではあったんですけど、はい、そうですね、このナイトビジネスというこの本当に夜一本というのは今回からですね、トロ、なんか黒服ってなんか特別な世界だなっていうのはずっと感じていて、でなんか僕もナイトビジネス自分でいつか授業したいなと思った時に、この黒服という仕事を一度はこう経験したいとずっと思っていたので、はい、まあ、そんなタイミングもうまくはまりですけど、はい、なんか一番はやっぱり自由な時間が欲しいっていうのがありましたよね。土曜日、日曜日、今まで休んだことがなかったりですとか。あ、何日出勤だったんですか。出勤だったんですよ。あ、で今、なんだろう、はい、大型連休あるじゃないですか、はい、このクラブって、はい、で僕本当になんか3連休とか今まで取ったことがなかったので、はい、今なんかこう、じゃあゴールデンウィークです、10連休ですみたいな、なんかこういう時間ってすごい有意義に使えてるなとは思いますね。辞めたいと思ったことはないですね。まあでも1年半、2年ならないぐらいか、1年半ぐらいなので、うん、もう今本当に毎日毎日が僕も勉強になってますし、まあ、本当になかなかね、お会いできる方たちやない方とのご縁もいただいたりですとか、はい、まあ、今いい時間を過ごしてるなって感じてますね。結構まあスタートから結構こうハードな会社にいたので、はい、でも全然苦にはならないですね。結構僕自分には合ってるんだなとは思ってますね。はい、やりがいですよね。やりがいいっぱいありますよ、本当に。はい、まあ、やっぱ自分が成長しないとね、自分が担当しているスタッフ、ね、ホステスさんもやっぱり成長止まっちゃいますし、まあ、自分が止まった時点で終わりなんだろうなと思ってますから、はい、やっぱりお客様もそうですけど、まあ、ホステスをね、こうマネジメントするっていうのは本当にもう僕はもう究極の人材マネジメントだなと思っているので、で今まではこうある商品をお客様に提供するというものから全員色も形も違うじゃないですか。まあそれはね、なんだろう、一人の人間をこうマネジメントしてっていうのは本当に難しいことで、そうですね、で日々そのね、商品の状況も違いますし感情も違いますし、その辺をうまくね、やり取りしながら、お店のね、もちろんそこは数値も入ってきますし、やっぱ多くはね、やっぱ人件費というところが比重が強いですし、その中で、ね、今いる人間をどう使って、どう売上の最大化を目指すのかっていうところなんかは、やっぱり難しいですけどね。休日、僕やっぱりね、自分の時間使うのが好きなので、はい、結構まあ家にいるときは、はい、本当にもうシーシャー吸いながら、はいはい、ネットフリックス見て、はい、みたいなことも多いですけど、はい、結構なんか銀座にいることも多いですね、街出て、はい、あ、今なんかこんな人の流れになっているなとか、こんなお店に人入ってるんだなみたいな、なんかそういうのを結構昔から見るのが好きなので、そういう時にね、結構お客様にお会いしたりですとか、あ、お会いします。銀座ってやっぱりね、いろんなお客様にお会いすることも多いですし、あとはまあ土曜日、日曜日、僕らもお休みなので、なんかまあ自分のね、お客様なんかがお食事に誘っていただけたりですとか、なので
大体街に出てますね。あんまり家にいる時間の方が少ないかもしれない。やっぱりいつかは自分で、まあ、銀座で昔から何かこう勝負したいっていう意思は強かったので、いろいろと今ビジネスを、ね、自分でもこう手掛けていきたいなと思ってますし、まあ、共同開発は好きなので、今銀座でこんなことやったら面白いんじゃないかなとか、それはこうナイトビジネスだけではなくて、もう本当に、ね、全体を見て、まあ、自分でやっぱり事業を展開してっていうのもちょっと考えてはいますよね。はい、そうなんですね。それをうまくね、今の七重の中でうまく七重ママとね、それが合致して新しいこう業態開発ですとか、店舗を作っていかれればまたね、あのいろいろと可能性が広がるんじゃないかなということもありますし、これからのナイトビジネスはまだまだね面白いと思っているので、はい、こちらここですね、あれですか、平井さんの、そうです、休日のあの、あれですか、休日の、ブロックの日常の、はい、ここですね、はい、どうも、こんにちは、どうぞどうぞ、おはようございます、おはようございます、おはようございます、本当に来てしまいました、ちょっと一人カメラ、はい、大丈夫ですか、松井先生です、すいません、ごめんなさい、どうこそ。じゃあもう、ねおっしゃっていいですね、皆さん来る前に。もし、暑かったら脱いじゃって。はい、暑かったらもう、脱ぎ上がって。結構重要な作業ですか、寝る作業。そうですね、一番重要な。そこが甘いと作品に影響する、はい。割れちゃったりする。厚さとかも特に。適当な感じで、もう性格出るんで。細かい人はもう全部同じブロックみたいな真四角で作ったりとか、していくとだんだんくっついていきます。こういう感じで一体化していきます。でもこうしてたの上手より、あ、本当ですか。銀座クラブ7井って銀座でも本当にね、いい意味でも悪い意味でも特別なポジションを取っていると思ってますし、でも本当に昔からのこう超老舗の高級クラブを目指していく立ち位置じゃないと思っているので、やっぱりその中でもこう伝統を守りながら新しいものをこう発信して、銀座というもうあそこはもう地の持つ力っていうのがすごいパワーを持っているので、なんかそこをちゃんと生かしてこの銀座クラブ7井を、ね、日本だけじゃなくてやっぱりこう海外からのお客様が来た時にやっぱり銀座クラブ7井っていう名前が浸透していてお越しいただけるようなポジションを作っていく場所かなとは思ってますし、その中でもこう、ね、インフルエンサーも集まってきたりですとか SNS を使って、まあ、そこからの、ね、情報発信で新しい取り組みをしていくポジションにいなくてはいけないんだなとは思ってはいますね。さらにやっぱ進化させないと、はい、ね、クラブでもない、ニュークラブでもない、キャバクラでもない、スナックでもない、なんかこうソーシャルクラブとかじゃないですけど、新しい業態を確立するぐらいのポジションを持っていくのが多分銀座クラブなのかなとは思ってますね、はい、ありがとうございます、はい。